どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ヒルトンのステータスマッチ、私ね完了することができましたので、実際にねこのステータスマッチに関してどのぐらい期間がかかるかっていうのはですね、解説やっていきたいというふうに思います。またですね、ちょっとおまけということで、マリオットのステータスマッチに関してですね、ちょっと新情報ね入りましたので、こちらもですね一緒に解説やっていきたいというふうに思います。まずね、ヒルトのステータスマッチ自体に関してはですね、専門の動画ね出しているわけなんですけども、まあ簡単にですね解説させていただくと、マリオットとかね、その他のホテルステータスを保有している方はですね、マリオットであればですね上級会員保有しておりますので、そちらでも体験させていただけませんかみたいな感じでですね、期間限定でヒルトンのですねステータスが体験できるっていったねプログラムっていう風になっております。でですね、ヒルトンのステータスの期間については90日間ということで、その期間にですね10泊するとですねゴールドっていう風になりまして、18泊するとダイヤモンドのねステータスが2020年3月末までね利用できるっていった感じになっております。またね、この宿泊日数に関してなんですけども、ゴールドは10泊、ダイヤモンドは18泊なんですけども、2020年のですね12月31日までヒルトンでダブルナイトエリートクレジットっていう感じで、宿泊実績が2倍になるねキャンペーンがねやっておりますんで、こちらねエントリーが必須っていう風になるわけなんですけども、こちらねエントリーすればですね、半分の宿泊でねこのステータスがねもらえるということになりますんで、ゴールドであれば5泊、ダイヤモンドあればですね9泊でですねステータスをですね獲得することができます。それではですね、実際に私が行ったステータスマッチの詳細に関してなんですけども、私ね今回2回ね申請させていただいたんですけども、一度ですね2020年9月7日にですねステータスマッチ申請させていただいたんですけども、こちらに関してはですね完全にスルーでしたね。申請に対してですね特にメールとかも返ってきませんでしたし、本当に完全スルーでしたね。何も起こらなかったっていう感じになります。でおかしいなと思ってですね、何の返答もないということで、またですね9月13日にですね再度申請させていただきました。そうしたらですね9月の17日にですねメールで返信がありましてですね、メールがですねこんな感じなんですけども、まあ、ステータスマッチ時代は承認する予定なんですけども、ステータスマッチは、まあ、1回しかね利用できないということで、今現在ですね新型コロナウイルスの影響で、まあ、利用しづらいけどいいですかみたいなね確認のメールっていうのがですね来たわけなんですよね。でですね、このメールの内容にですね、このメールの返信期限は2020年の12月末までね、こちらのオファーは有効っていう感じで、これにですね返信して、まあ、OK であればですねそのまま返信していただいて、7日からね10日以内にですねステータスが切り替わるっていった感じになるわけなんですよね。ということで私もですね9月の23日の明け方にですねメールが来ておりまして、その後ですねアカウント確認したらですね無事申請が通ったということですね。こんな感じでゴールドステータスにですねなったっていった感じになっております。ということなんで、申請からですね10日ほどかかってですねステータスマッチがですね完了したっていった感じになります。ですのでこれからねヒルトンのステータスマッチをですね検討される方は、まあ、個人差はですねある程度あると思うんですけども、大体ですね10日ぐらいかかるっていう風になりますので、この点はですね覚えておくようにしてください。またですね、中にはこの確認メールっていうのがですね来ないでゴールドステータスに、ね、なったっていう話も聞いておりますんで、まあ、そういうね場合もあるってことはですね頭入れといていただけたらなっていうふうに思います。ということですので、今現在ですねヒルトンのステータスマッチを行っている方で、もしですね返信等々がない方は再度ね申請することをねお勧めします。というのもツイッター等々でもですねこのヒルトンのステータスマッチねかなり行っている方ねいらっしゃるんですけども、この申請に対してですね、まあ、アクションが起こらないっていう方ね結構いらっしゃるみたいですので、ぜひねもし今ね申請中で返答を待っていてアクションが全然ないのであればですね、またね再度申請してみていただけたらなっていうふうに思います。
ということでですね、私もヒルトンのねダイヤモンド仕様ね開始するということになりました。ひとまずですねダイヤモンドステータスね獲得するまでですねヒルトンホテルに9泊ね宿泊する必要があるっていう風になりますんで、まあ、今現在はですね最安値のヒルトン成田をですね予約して9泊ね稼ごうかなっていう風に思ってるわけなんですけども、まだね検討中っていう感じになっております。今現在はですねヒルトンまだゴールドステータスということですんで、まあ、ゴールドだとですねエグゼクティブクラブラウンジがですね利用できないっていう風になりますんで、ダイヤモンドステータスになってからですねエグゼクティブクラブラウンジね利用できるようになった際にですねヒルトンホテルねまたいろいろ回ってですね解説動画ね作っていきたいなっていう風に思っております。またですね今現在ですねヒルトンのステータスマッチを行っていて、ヒルトンの宿泊予定がある方であったりヒルトンのね利用される方向けにはなってしまうんですけども、ヒルトンプレミアムクラブジャパンっていう通称 HPCJ っていうね有料プログラムがヒルトンにあるわけなんですけども、こちらね入会されてる方結構いらっしゃるかと思うんですけども、2020年ね9月25日までヒルトン自体はですねセールやっているわけなんですけども、この HPCJ のですねプランに関してなんですけども、こちらですね今結構価格を調べているわけなんですけども、ホテルによってはですねセール価格の方が安かったりですね、この HPCJ プランの方がですね安かったりっていう風にねなりますので、もしねこちらのね HPCJ のですね会員になられている方でヒルトンホテルね予約検討されている方はですね宿泊予約の価格比較してからですね予約するようにしてくださいね。私もですね今いろんなホテルで、まあ、ヒルトンの HPCJ とですね普通のセール価格比較させていただいてるわけなんですけども、このホテルは HPCJ の方が価格が安かったりですね、一つのホテルではセール価格の方が価格が安かったりですね、結構ねホテルによってバラバラっていう風になりますんで、この点はですね高値つかまないようにですね注意していただけたらなっていう風に思います。またなんですけどもヒルトンホテルね予約する際はですねポイントサイト案件ねありますので、こちらね通してから利用するようにしてください。楽天ポイントバックであればですね楽天が運営しているポイントサイト楽天リーベイツっていうところにですね最大 2% の還元で案件出ておりますし、もしね現金キャッシュバックでねいただきたいっていう方はですね海外のサイトにはなってしまうんですけども、楽天の海外のキャッシュバックサイト楽天 eBates っていうところにですね最大 2.5% ですね案件出ていりますので、そちらですね経由して利用するようにしてください。まあこちらに関してはですね、まあ、2% とか 2.5% ということで、まあ微々たるものなんですけども、まあもらえないよりかはですねもらっておいた方がいいかなっていうふうに思いますので、ぜひね経由してからね予約するようにいたしましょう。またねこちらの還元についてはですね楽天リーベイツも楽天イーベイツもですねステータスによってね還元ちょっとね変わるようになっておりますんで、その点はですね覚えておくようにしてください。それではですね今回の動画のまあおまけ情報っていう感じなんですけども、以前ですねこちらの動画でですね紹介させていただいた方法の一つなんですけども、こちらは私がね実際に行ったわけではないんですけども通ったっていうね報告を受けましたので、今回ねこちらの動画でね紹介させていただこうというふうに思います。 SPG アメックスね持たれている方いらっしゃると思うんですけども、マリオットボンボイホテルのステータスマッチに関してですね SPG アメックスを保有している方はマリオットボンボイのゴールドステータスっていうふうになると思うんですけども、マリオットのゴールドステータスを持っているとヒルトンのですねステータスマッチを行ってヒルトンのゴールドにですねなることができるわけなんですけども、こちらヒルトンのステータスマッチを行ってですねヒルトンゴールドになってから一泊ね宿泊してですね、その後またですねマリオットのプラチナのステータスマッチすることでですねステータスマッチ完了された方はですね報告出ておりますんで、もしね SPG アメックスね保有されている方でマリオットボンボイのですねプラチナ欲しいっていう方はですねぜひねチャレンジしてみていただきたいなっていうふうに思います。
またですね、こちらのステータスマッチを行う際なんですけども、宿泊実績とですね、ステータスマッチ元のステータスの画像をですね、スクリーンショット等々でね、添付するわけなんですけども、こちらね、申請が通った方のね、話を聞くところによるとですね、ヒルトンのステータス画面と一緒にですね、宿泊したヒルトンホテルの領収書を PDF にして添付したということですので、ヒルトンホテルのですね、領収書の PDF に関しては、ヒルトンの方にですね申請すればですねメールでもらうことができますので、もしねマリオットボンボイのプラチナステータスね欲しいという方はですねぜひね挑戦してみていただきたいなというふうに思います。ヒルトンのですねステータスマッチも行わなければいけないですし、ヒルトンにですね実際一泊ね宿泊しなければなりませんけども、まあ、ヒルトンもですねすごい安いところであれば、今ね GoTo トラベルキャンペーン等々もやっておりますんで、1泊5000円から7000円ぐらいですね宿泊することも可能っていう風になっておりますんで、 SPG アメックスね保有されている方であればですね、個人的にはですね、まあ、通るかどうかは別としてなんですけども、チャレンジはねしてみていただきたいなっていう風に思うわけなんですよね。いやもしねこれで通ればですね、かなりお得にですねマリオットボンボイねプラチナステータスで宿泊ね楽しめることができるっていう風になりますんで、ぜひね SPG アメックスね保有されている方はですね検討してみていただけたらなっていう風に思います。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンステータスマッチね完了ということで、まあ、報告動画っていう風になったわけなんですけども、まあ、個人的にはですねヒルトンのですねダイヤモンドステータスが9泊で獲得できるっていうのはですねかなりお得っていう風になるのと、まあ、今現在ですねヒルトンのセールもやっておりますし、また10月以降はですね GoTo トラベルキャンペーンの地域クーポンもね入ってくるということで、かなりお得にね利用できるっていった感じになるわけなんですよね。またアメリカンエクスプレスのねクレジットカード保有されている方であればですね、ヒルトンのですね限定オファーっていうのが来ておりますんで、こちらね登録されている方はですね、こちら3万円以上利用すると7500円のですねキャッシュバック受けることができますので、かなりねお得にねヒルトンのねダイヤモンドステータスチャレンジできるというふうに思いますので、狙えるっていう方はですね利用してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういった ANA マイル JAL マイルお得情報クレジットカードマリオットボンボイホテルヒルトンホテルのことについてね発信しておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。